実際震災の時は何が一番不便でしたか？一番最初にこうねお伝えしたように標高が650あってとにかく冷える、うんうん、で 3.11 の時ももうとにかく寒かったので、うんうん、でも全然慌てはしなかったですけどこのそれでもさこういうの知ってるから慌てないから普通の人はそうです、ね、もう思考が停止して、はい、なんかガクガクブルブルブルちゃってます知ってるからね、うん、はいはい、でやっぱその時にこうやってやりましたやりました、やりました。だって私たちほらね要はこの下の方に住んでるのが、はい、標高 600m っていったら結構寒いですよね、はい、まあまあ気温違いますよね。寒いです、もう5、6度違います。違いますよね、はいはい、夏はね涼しくていいけど、うん、地震が冬場来た時はちょっと大変ですよね、はいはい、そうですね。じゃあもうその時は新聞紙で、はい、しのいで、そうですね、もうこの間に入れて、うん、でもそれだけでもねなんか先ほど生きる勇気がっていうふうに、おっしゃいましたけども、そういうメンタルに強いメンタルになるんですよ、なれる、なんか諦めないようにいるっていうのがね、はい、難しい環境になりますもんね。はいはいはい、救助が来るまではい、でどのぐらいかかって、ですね、今緊急対応も行政も、うんうん、しっかりとこう以前よりもしているので半日ないし1日、ああまあ1日ぐらいだったら頑張れるかな、うん、そうですね、ね、うん、自分たち家族、うんうん、仲間でその現場に遭遇した時に、うんうん、うん、よしやってやろう生き延びてやろうっていう、そういう技をこう知ってればですね、すごいな、この、もう本当に1400円にはもったいないぐらいで情報そうです、はい、あとは最後の方になると、はい、自給自足の方法、あ、そうですね、もし救助が遅くて、はい、食べるものが長期間でも、うん、例えば南海トラフみたいに、うん、被災するね、はい、場所がエリアが大きかった場合はこういうことも必要ですよね、うん、多少自分たちでこう食べ物を育てているとか生えてるものを食べるとか、そうですね、うん、そういう自給自足が必要ですよね、はいはい、これタイトルにね、輸入がストップ食料危機だって書いてあるけど、はい、これだからまさかの地震の時ばっかりじゃなくて、はい、今ちょっとほらね、うん、コオロギさんとかさ、はい、そうです、ね、そうです、そうです、はい、なんかコオロギさんとかコオロギさんとかいろんなね、はい、いろんなことがなんか起こりつつあるじゃないですか、うん、だから、うん、そういう時もこれはまさかのね、はい、あれですよね。そうなんですよ。本田先生のところでは肥料を作られたりとか、はい、お米を作られたりとか、はい、本当になんか何から何まで自分たちの手で作って、うん、ね、はい、生活されてるということで、研修みたいなのに行きたい人はいけるんですかね、こう見てる方でちょっとなんか、はい、体験というか、うんうん、連絡いただければ、うん、はい、なんかプランがあるんですか、こだわったオーガニック系のお米作りとか野菜作りっていうのは、うん、ホームページに土星人養成講座って土星人っていうのは土に生きる人、それで土星人って言ってるんです、宇宙人みたいな感じですけどはい、それで田んぼ畑のもう通年通してできますので、うんうん、そういう体験もこう一押しかなと思いますし、なんか前にお邪魔した時にほら学校、はい、不登校の方たちなんかも先生のところの施設で、はい、ね、お泊まりに来て、はい、元気になったなんてお話も聞きましたけど、はいはい、元気になってまたこう学校に復学したりとか、もうなんか多少いろんなことがこうある日常ですけど、それのこうダメージを受けても跳ね返す力があそこの、まあ、本田山って言ってるんですけど、に来るとなんかこう自然とその子に養われていくような気がして、
なんかねヤギとかいるんですよ。そうなんです ね、 ねヤギも本当に鶏も鶏も野菜はその辺から生えてるし、はいはいね、食べるものは自分たちの手で摘んで育てて、はいはい、飼って食べるというね。そうなんですよ。野生的な、うん、なんかねちょっと都会で私なんかも田舎がなんか大きくなったので、うん、びっくりしました正直。あヤギみたいなですよね。そうそういう私ももともとは東京。そうなんですよね。東京生まれ東京だから、はい、ねえ なんかすっかりなんか福島のなんか田舎暮らしのプロの人かと思ったらなんと移住組だったんですね。そうなんです移住組なんです。なんか田舎がないね、はい、人でもその気になればね、うん、何でもできるわけですよ。はいね、できちゃいます、はいはい、これからの経済がいろいろなんかね、うん、危険な感じのきな臭い匂いがしてまいりましたけれども、はい、そんな時だからこそですねこのまさかの生き残り塾をね、はい、身につけていただいて、はいはい、ぜひあの、はい、そんな風になる前に一回ですね体験入学をされることをお勧めいたします。そうですね、急に、ね、自分でやるとちょっと難しいかもしれないので夏のね、うん、あの旅行代わりに、うん、ぜひぜひはい、はい、行ってみていただけたらと思います、はい、でまたね、うん、ちょっとジョイントさせていただいて、そうぜひぜひね、はい、なんかまさかのセミナーみたいな、ね、はい、はい、あの我々もね元気村といいまして、はい、赤尾弓代表のですね、はい、天栄村の山のてっぺんにですね、うん、そういう村を作りましたのでちょっと一緒にですね、はい、あの生き残り塾みたいなのを企画させていただいて、はい、今年はですね、はい、ちょっとそっち方面を大人もちょっとね鍛え直すと、ね、心も体も、ね、はい、はいはい、そんなスクールをやっていきたいと思います、うん、じゃあ、先生のホームページはこの概要欄に貼らせていただきますので、はい、ぜひね夏休みよろしくお願いします。お話していただけたらと思います、はい、今日はありがとうございました。またいろいろ教えていただきたいと思います。はい、はい、皆さんもぜひ買ってください。ありがとうございました。